い、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？ババーン。先日ご紹介したウェブスワップした源田さんモデル河野さんのオーダーでございます。素晴らしいですね。はい、河野さんですね。リストストラップ従来こっちですね、かぶせにしたいということで、その模様を本日はアップしていきたいと思います。それではどうぞ。はい、じゃあスタートしていきますね。こう入ってたものをこっちに入れます。で、ご希望を聞きましたらこの穴でということですので、ここは事前にパンチで綺麗に穴を入れときますね。そうじゃないと通らないですからね。穴開けてしまえばあとはシュルシュルっとね通すだけでございます。ではやってみますね。かぶせ締めということで、奥ここから、まあ、どういう風でもいいですけど、まあ、一般的にこうですよっていうねやり方になりますが、シュルシュルっとね、長さどうだ、これぐらいかな、うん、長さのバランス見て、それでここね、ここ来ますね。はい、シュルと紐の向きが変わらない。はい、でここからこの穴になりますね。こうなりますんでね、完成想像しながら、でよいしょよいしょ、キュッキュッキューっと、よいしょよいしょ、こだわりのかぶせということでね。はい、こんな感じで、今度はバッテン行きますんで、こっちですね。はい、こっち通して、キュッ、はい、片っぽできました。で、戻ってきますけど、ここは順番にやろうか。ここ見え、うん、ここですね。ここをに出して、でこっちこう止まりますね。はい、そしたらこの穴ですに通すと、バッテンがよいしょ、キュッキュッキュッとこうできてくるわけですね。ああ、これ河野さんのやつ配色が綺麗だから白のレースが映えますね。よいしょ、で、バツですね。で、止めないとダメですから、ここの穴。うん、で、キューッと。はい。ここまでね。はい。で、最後、こっちのヒールの穴に。よいしょ。出していきますね。よいしょよいしょ。あ、ここね。はい。ギュッと。これも向き気をつけて。お、長さ大体よかったね。はい。はい、こんな感じでございますね。どうでしょうか。あとは、縛って、よいしょ。完成になりますね。よいしょ、もともと入ってた紐の長さで足りましたね。はい、でギュッギュッギュッと、で余分なところをパチッとね、うん、はい、できました。どうですか。はい、どうでしたでしょうか。まあ、事前にね、穴位置は確認させていただいて、それで穴開けてね、こういったかぶせ締めということで、今回は源田さんモデルですね、ウェブを変えてます、オーダーです。かっこいい。それでは皆さん、さようなら。